ミルクラボプラス。どうも僕たちはミルクです。始まりましたミルクラボプラス。よし、上げてこうぜリーダー。今回のトークテーマは、はい、研究テーマは、はい、サイコロトーク。打ち合わせしたよ、さっきやったね。どれがいいって大中小どれがいいと特大って言ったでしょ。おめえの目的それかよ。いいのかそんなんで。じゃあちょ上げていくわ、上げていくわ。さあということでですね、今日はですねサイコロトークやっていきたいと思います。今日はだからトークなんでちょっと緩い感じっていう感じでね、皆さんもその、まあ、じゃあテンション特大おかしくないじゃん。俺こういうの書くのさすげえ苦手なんで、なんかさ俺こうやって、あーなるほどね、なかなかいいテーマですこれは。繋いどいて繋いどいて。なんだろうな。そうですね、まあでもミルクラボプラス下手なのは僕たち。いやなんかさ下手かもね俺らね。2人え、ちょっと緊張するね。やっぱいやするでしょ、気持ち分かるわ。あのねミルクってデコボココンビがうまく挟まっていってるのよ、はい、あのデコとデコなんだよね多分ね。デコとデコだよね、ここね。そうハマるパーツがない状態で俺らさまよってる状態なんだよね、すごいね。デコとデコ、え、何納得してないの深くね。何なんだ、なんだろう、なんか難しいねテーマね。ね。さあということで書き終わったということでですね、はい、こちらのサイコロを振っていきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、なんじゃけん、あ、フルじゃんけん、フルじゃんけん、私から振っていきます。そんな上だけのサイコロある。いきます、お願いします。はい、ああ、私ですね。ああ、これがないと生きていけないというご飯は何。いやー何食ってんだろう、毎日。私からいいですか。駅のそばです。朝早い仕事ある時に7時から空いてるんですよ、朝のそばやって。でそこで食べる440円ぐらいのかき揚げそばが本当にうまいんですよ。え、それ食ってんのさ結構最近。え、ずっと食ってるよ。マジマジで食ってるよ、ずっと。たまにでよくないそこ。いやでも俺上京する前の中学2年ぐらいでずっと東京帰ってた頃もずっとそば食ってる。そばね、うん、僕はね、アイス。アイスはね、やっぱりその、なくなるとしんどいよね。そうなの。じゃんけんしようよ。何じゃんで、そんなお前、取ったの今勝手に。ダメ、俺もチョコがいいよ。いやいや、ハンドハンドにしようよ、これ、両方味わいたいじゃん。そうやってやってきたよ、俺がこの5年間分け合ってきたやん。だから結構平和やん、俺ら。確かに。何アイスが一番好き？シャーベットじゃないアイス。ああ、はいはいはい、シャーベット系のアイスはちょっとあんまり。ミルクアイスが好き。ミルク系のアイス。あ、まあそうですね、ミルクアイスとか、うん、あのやっぱこのやっぱ小分けになってるこういう一番小分けになってるパーティーパックの3つ味があるやつ、はいはい、黄色い味とか好きです、ね、細かっ細かっ。ということでちょっと回ります。いいでしょう、それでいいでしょう。回していきます。おお、ちょっと僕が書いたのめっちゃ出るな。この道以外の人生ということで、はい、これいいですね。この道以外の人生か、うん、これはね難しいですけど、じゃあだから昔の頃の将来の夢とか何なの。これです、キングダム。僕もこれなんだよ。ダメだ、終わっちゃった。そうなんだよ。いやでもそのずっと、ね、でもさ、ジンタ結構さ芸能人なるって感じだったじゃん。なんかずっとダンス踊ってられたらいいなとか。まだなんかその世界に触れてたもんね、なんかダンスちょっと近しいじゃん。うん、やってたね。俺全く触れてなかったんだけど。そうだよね、だってでもサッカーだっけ。サッカーですもん。サッカーとか野球とかいろいろやってましたけど、結構目立つことも好きだったから、うん、学級委員長やったりとか、結構学芸会とかでもなんか主役やらせてもらったりとかしてたの。俺照明やってたよ。照明出ないの。え、なんで照明やりたいんですかっていうところにこう表舞台に立つ人を支える仕事をやってみたいのでやらせてくださいって言って。でもそんな俺ら全員なんか強制的に参加だったけどね。いや、そうなんだね。学芸会とか、で主役やってたの。学院長っていうのもあったりとか、そういうのでまあやらせてもらったりしてたんだけど、まあそういうので、でも将来の夢は昔はサッカー選手とかって書いてたの。道徳の授業とかであるやん、将来の夢が出ましょうとか。すごいサッカー選手とか野球選手とか書いてたけど、心の中でやっぱもう芸能界興味あるなと思ってた。へえ。まあでもやっぱ天職ってありますからね。あー、俺転職だと思う、本当に楽しいもんね、うん、僕ね、普通に会社勤めしたかった。あ、サラリーマン。スーツが好きだから。あー、そうだよね。そう、スーツ着たかったから。スーツ買いましたよ、今度成人式用に。聞きましたよ。いきます。おー、いいですね。はい、行きたい県の
旅プラン。すごくない？6個中さ、もう3個全部あなたの出た。俺の1個も出ないんだけど。あの、言っとけば、はい、ありありでしょ。そうそう、飛行機の箱いっぱいいるからさ。なんで、はい、あの、行きたい意見を言っていこうと思うんですけど、はい、僕は山形銀山温泉。銀座温泉、銀山温泉っていうところがあって、銀山、銀山、銀の山温泉っていうところがあって、そこが冬に行きたいんですよ。冬はそこがその街並みみたいなのが、まあ、あるじゃないですか、暗屋敷みたいな、なんかその昔の歴史的建造物みたいなのがいっぱいあるみたいに、銀山温泉もあるんですけど、そこが大正ロマンみたいなこう雰囲気がまだ残っていて、朝さ、おおめっちゃいいじゃん、ああいう感じ。おい、ドストライク、ドストライク。お前、え、なに、急に立て線入ったの、お前。ドストライク。ドタイプのドストライク。僕は白川郷に行きたい。もう僕も多分ね、ちょっと似てるんですけど、その昔のああいうのが好きなんですよ。だから、別荘とかもし建てられるようになったら、うん、あれ作りたいんですよ。縁側。って何？縁側でなんかこういうおこと、おこと、なんていうの、獅子落とし、獅子落としをやばい、ほんとやばい、君がやばいだろこれ、流せないかもしれない。獅子落とし、コトンコンってコンコンって獅子落としで、なんかこういう松のやつだから、お餅とか食べたいんですよ。めちゃくちゃいいじゃん。そう、あの、縁側で花火とかせんかった、おばあちゃん家とかで。縁側で花火、縁側の外のところでさ。あー、縁側なかった、おばあちゃん家。まずまずまずまじまずです。縁側のところで花火やって、でスイカを置いて、いいね。いや、なんかそのね、なんかちょっと昔の夏休みみたいな感じもいいですよね。いいね、これ大共感だよ、本当に。俺そういうところは結構趣味合いますよね。意外と趣味合わなそうだけど、うん、そういうなんか昔のが好きなところは趣味が合う。そう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 、それでは参ります。うん、お、俺だ。ああ、すごくない？すごくない？すごいね。全部違うの出る。この子優秀だね。いきます。明日、世界がなくなるなら何をしますか？は？明日、本当にもう世界なくなります。どうしよう。いや、もう役者役者入るな。ごめんなさい。この世界が終わるのか、悲しいな。それみんな悲しい。それみんな悲しいんですけど。悲しいんだよな。で、僕はツコビ売るとかじゃないですけど、できるのであればライブしたいですけど、ね、何を人生かけて頑張ってきたのかなって思ったら、ライブしたいのかなっていうのがありますよ。かっこよ、かっこよ。俺、よぎったのラーメン食べたいとか。どうぞ。自分の電気をボトルに入れて宇宙にぶん投げたい。宇宙の人が誰かが、うん、おっみたいな感じで、誰だろうって感じで、それ本人にしてみたし、大気圏に突入したらもう粉々だよ。現実的なこと言うなよ。そもそもお題が現実的じゃないんだからさ。ということで、最後の質問いきますね。置いたじゃん。置いてるじゃん、投げろですね。好きな女性のタイプはってことで、まあこれよく聞かれるんですけど、うん、まあ、ちょっとありがちなやつも1個置いておこうかなと思いましたよ、はい、うん、まずは、うん、まあ外見から言うか、外見で言うと、外見、まあ、外見珍しいね、うん、結構ね、俺奇跡気づいたんですけど、ここ鼻と口がフェチなんですよ、多分。へ、いやいやいや、限界でしょ、これが。限界でしょ。そうだ、どうでもいいもん、ね、そこですよ。鼻と口がフェチで、うん、結構この辺を結構見えるかもしれないです。で、内面で言うと、うん、よく笑う人ですね。やっぱり笑顔って大事だなと思うんで、よく笑って結構人の話をちゃんと聞ける人、あ、いいですね。いいですね、うん、僕の好きなタイプは、まあ、なんでしょうね、まあ、素がいい。やっぱりこう、素でいられる人がいいね。なるほどね、うん、何もこう考えずにいられる自分を出せる人が一番なって思います。ということで、はい、今回はですね、サイコロトーク、次はね、はい、また誰がメンバー、このサイコロトークやるんでしょうか。まあ、
コーナーになるかならないかは僕たちの今日の喋り次第ということで。そうですね、はい、ならない気するな。なんでダメだったかもしれない。いや大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫、ポジティブに行こう。そうだね、今日の動画良かったと思う方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、次回のミルクラボでお会いしましょう。はい、バイバイ。佐野隼人です。今日はどんな一日を過ごしたかな。僕はね、今日は朝起きて、まず、そういう、まず何あ